はい、どうも、お座敷レサチャンネルのキットでございます。グランツーリスモ6、実況プレイやっていきたいと思います。ですね、5月14日にですね、アップデート 1.07 になりまして、ビジョングランツーリスモの BMW が公開ということですね。あとその他、オープンロビーの機能追加ということで、ルームモードに耐久レースができたりとかですね、あとタイムトライアルの設定に、タイヤの消耗追加されたということですね。あとはまあいろいろ予選とかですね、スタート方式が最終コーナースタートとピットスタートですね。これは予選というかなんだレースですね、だったりタイムトライアルだったり、ドリフトトライアルもかな。うん、確かドリフトトライアルもですね。あとはなんだろう、リプレイがなんか変わったようで。これちょっと、やってないんですけども、USB のキーボードが使えるようになったということですね。なんか GT5 も使えてたような気がするんですけど、まあ、俺の気のせいかな。うん、まあいいや。で、今回、やっていくのはこちら、BMW のビジョングランツーリスモスーパーラップでございます。こいつをですね、やって、BMW ゲットしていきたいと思います。ちなみに今度ゲット方法なんですけども、まあ、書いてある通り、タイムの、有効は無効に関係なく1周以上走行しタイム計測を行う必要がありますので、これをやることによって、もらえるということですね。一応賞金もこのようにありますけれども、まあこの別にタイムをね、規定タイムクリアしないともらえないということでは、内容でございます。じゃあ早速やっていきましょう。エントリーする。で、まあ今回ですけれども、まあ、恒例となりました、インプレッションも兼ねてやっていきたいと思います。ちょっとね、アンコの調子が悪くて、なんかブレーキ踏んだらね、アクセルが煽ったままになっちゃったりするんですけど、皆さん、アンコ使われてる方はですね、そういう症状あったりしますか？ちょっと自分だけね、そういうのがあるような気がするんで、もし対策とかね、対応をしておられる方がおりましたら、ぜひコメントいただきたいなと思います。それとですね、あと、まあ、これをインプレッションするにあたって、私、86じゃなかったトヨタの FT1 と、あと、BMW の M4 クーペ、それから、シボレーのスティングレイ C7、まあ、を、まあね、このニュルブルクリンク GPF で、インプレッションじゃないんですけど、まあ、乗って、まあ、それと比較していこうかなとも思ってます。じゃあスタートちょっと久しぶりだな、実況プレイ。なんかね、ちょっと忙しくて、実況プレイもね、動画アップも、ちょっとサボり気味だったんですけども、本当申し訳ございませんね。たくさんね、チャンネル登録してくださる方がいらっしゃる中、そういうちょっとサボり気味なことをしちゃうのがね、ダメなんですけれども、今後頑張ってアップ、実況をやっていきたいと思います。さあ、やべ。ちょっと、ソーリーですね。すいません。トラクションコントロールが入ったままでしたね。トラクションコントロール切っていきましょう。ABS はね、入れさせていただこうかなと思います。あれ？ちょっとトラコン先切ったよね。切った。何をしてるんだか全くしっかりしてくださいよ、きっと。ということで、もう一回仕切り直しです。まあ、BMW といえばドイツ。ね、ドイツといえば、ニュルブルクリンク。ということですかね。こんな感じでなんかね、アクセル煽った、ちょっと煽っていくような感じになるんですよね。さあ、600馬力以上のこの車、前後配分もね、50対50ってね、理想的なあれなんで、ハンドリングも良さそうな気がいたします。まあ、ちょっと1周目は軽く流しておこうかな。どうなんだ、ちょっと久しぶりだから分かんないぞまあ軽くこう流してるだけだとそんなにね、おかしなところないんじゃないかなと思います。じゃあちょっと室内視点にしていきましょう。室内全然ない。危ない、ちょっと油断しちゃいました。室内全然あれですね、ないんですね、残念。次回のアップデートで室内が追加されることをね、切に願いましょう。まあパワーがねやっぱあるからすごくスピードが乗りますね。でもパワーの出方から言ったらなんか FT1 の方が
なんかパワーが乗る気がする。あ、ギアのつながりめっちゃいいぞこれ。クロス寄りだな結構。おお。ほろろろ。なるほどね。ギアがすごいクロスですね。ドリフトしやすい。クラッチは使えませんね。残念ながら。クラッチが使えたらね、ドリフトインプレッションもできたんですけどね。残念。よっしゃ。ああ、試験を抜けてじゃあ。おお、ブレーキは全然なんか良さそうですね。いいんじゃないでしょうか。結構これは BMW は全般乗りやすいんですよね。結構好きなんですよね。じゃあね、ちょっと本格的にやっていきたいと思います。まあ、パワーの出方はね、FT1 よりちょっとないかなって感じですね。ブレーキはですね、すげえ効きますスティングレイ C7 ですね。あれぐらい効きますね。乗りやすいですよ、すごく。 M4 もね、ブレーキ良かったんだけど、それにもやっぱ輪をかけていいですね。ギアもしっかり粘りますね。全然アクセル踏んで乱れませんね。これは3台通してこの車が一番いい気がします。あー止まる。あー頭の入りもいい。あーいいねいいね。ケツが出ても全然落ち着いて操作できそうですね。そんな慌てふためくほど変な操作しなくていいですね。いいと思いますよ。これは乗りやすいですよ、すごく。いいですね、いいですね。パワーの出方はやっぱり FT マリーちょっとないかなって感じがしますね。スティングレイみたいなあんな出方ですね。ただあれのやっぱギアがちょっとクロス、加速気味ですね。ちょっと落としすぎちゃった。乗りやすい。これすごい乗りやすい。さあフルブレーキング。ああ止まる止まる。ここ乗っちゃうとね、一回横転しちゃったんですよね前ゴールド行きたいな。シルバーまあでもこれでゴール、ゲットできたんじゃないかな。あーブレーキほんといいな。これ面白いな、この車。ちょっと頭、まあまあまあ、でもちょっとオーバースピードで突っ込みすぎたけど、ここら辺の入りは全然いいぞ。あらららら。ああ、残念。よし、この一周でちょっとゲットしようかな。すごいね。フロントタイヤがちゃんとくっついてる感じがするな。お、ターボがついてますね、この車。すごいすごい。やっぱちょっとね、半コンの調子が悪いですね。あ、ブレーキ、フルブレーキすると、なんかねちょっとアクセルが勝手に煽られてるっていう現象が起きちゃいますね。残念。どうしようかな。クラッチ使うとね、そうでもないですよね。クラッチが使えればよかったんだけどな。これもうん、一応ですね、さっき言ったように FT1 と、BMW M4 クーペとスティングレイ C7 に乗ったんですけども、この車が一番いい気がしますね。次で C7 で BMW M4 クーペで FT1 といった順位でしょうかね。私的にはすごく乗りやすい。これ面白いですよ。やっぱちょっと FT1 はね、ブレーキが効かなかったりとか、あとアクセル組んだ時にどうしても
ディアが流れちゃったりとかですねしちゃいますんで、それがねこの車ない分やっぱりいいのかなと思います。さあじゃあ終わりましょう。ちょっとゴールド取れなかったけどね、申し訳ないです。はい、ちょっと1秒近く離れちゃいましたね、残念。さあじゃあこれはまた個人的にゴールドを取らせていただくとして、じゃあ外観チェックをしていきたいと思います。楽しみだね、かっこいいからね、あの GT のホームページで見てたんですけど、まあかっこいいですね、うん、いいと思います。ビジョングランツーリスモ BMW、 お、いやー黒いいね、黒もいいね、でもやっぱこっちでしょう。カラー選べるんだ、黒とこっちとで、そうなんだ、いいですね、エンジン音も素晴らしい。でもやっぱまあちょっと本当にグランツーリスモ派の方には申し訳ないですけど、ニードフォアスピードに比べるとやっぱちょっと物足りないかなと、あっちと比べちゃうとちょっとかわいそうな気がしますけれどもね、まあでもこっちも全然ね、 GT6 もリアルなんでね、いいと思いますよ。さあじゃあこれを見ながらですね、外観チェックですね。ギャラリービューってなんだっけ、あいいですね、おい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 、レーシングタイヤ履いてる。やっぱこの BMW というとですね、この何ですかね、キドニーグリルですね、まあキドニー肝臓というあの意味なんですけれども、多分肝臓に似ているからそうやって呼ばれるのかなと思いますね。あとこのカラーリングなんですけど、BMW で、なんか何だったっけな、ちょっと忘れちゃったけど、いろんなことをね、表現したカラーリングっていう形になってますが、パッと見ですね、私これ見た瞬間に、これはちょっとあの歌舞伎の熊取り、今まさにフロントマスク映るんですけども、なんか歌舞伎のね、あの熊取りにすごい似てて親近感がめちゃくちゃ持てたんですよね。いやかっこいいですね、このままぜひ市販していただきたいなと思いますね。結構私日本車ピーキなんですけどね、この BMW に関してはちょっと好きですけどもね、皆さんはどうでしょうかね、今回のビジョングランツーリスモの BMW、どう捉えているかぜひコメントで、皆様のご意見を聞いてみたいなと思います。さあそれでは時間の方もね、13分といいところに来ておりますので、そろそろこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。では皆さん、良い GT ライフをお送りください。